ったし、阿部ちゃんの引退試合マジ行きたかった。全部見た、フィリップみたいな、全部見た、あのセレモニーとか全部7で終わる、うん、引退するっていうのは自分の中で決めてたし、うん、その雰囲気はやっぱ、うん、裏じゃないと味わえないし、うん、レッズのサポーターの存在はめちゃくちゃ大きい、心臓の中で。いや、めちゃくちゃ大きいでしょ。右腕は誘ってんじゃん TV ガガ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 。レバーで、いいでしょ、いいでしょ。あと、何かいるか、あとは、あ、俺これあれもらうわピーマンの肉詰めもらうわ、ピーマンのこれ椎茸の肉詰めを。2位入らないとダメ。え、今日2位入らないとダメ。そう、1個じゃない、銀なん、銀ナイル、2位入った、2位入らないとダメだ。椎茸俺入れ、2位入った、シシトいるから、これ3じゃん。一応ピーマン肉詰めは俺入る、いや、2位地獄や、これマジか。はい、ちょっと待って、ありがとうございます。全然置いて、あなたの答えだけ注文いいですか。はい、お伺いします。あ、タコワさん、タコワさん、とりあえずで、よし、じゃあ一番だ、まだあれ、オープニング皆さん、今日はビールがここに。おいしそうね、心臓飛び込んで、ビールがここにってどういうこと。今日は疲れてんじゃないですか。疲れてね、今日ゴルフで疲れたね。札幌ね。本当に札幌。さすが、コンサドーレ札幌の。意識してるね、やっぱり。今日はね、心臓と飲みながら、食べながら、いろんな話をしていきたいなと思います。なんで、もう常に回してるんで。止めないですよ。止めない。はい、もうとにかく今はね、まあ、カットする部分もたくさんあるかもしれんけど。カットしないですよ。カットしない、全然。もうしないです。ピーを入れて、はい、もう、ちょっと今日皆さん、楽しんでください。乾杯しようか。はい、りょうすけ、乾杯、心臓、お疲れちゃん。お疲れちゃん。うまいね。いや、でも心臓、嬉しいわ、俺は。出てくれるの。一番天安門だったらボランチじゃなかった。ふざけんな。ちなみに心臓、俺の試合見たことある？でも俺初めて見たんだ。あの、それ宮崎戦、うん、あ、どうやった？宮崎を見てたから。そうだ、宮崎だよね。そうそう、あ、で、で、その時どうやった？で、うん、あの愛媛が、うん、やってるよ。俺出てるのはボランチってなったから、うらーって言うから。なんでボランチなの？ハイライトで見る。で、メンバー表が出るじゃん、最初に。で、無理、出てるやん、久々に出てるやん。の3点ぐらい決められたよね。決められたよ、全部知ってからって。いやこいつメンタルやられてるだろうなと思って。確かに。でもあの後ぐらい心臓と連絡取らんかった。取ったよね、取った覚えあんだけど。そしたら、いや、そ電話したんよ。確か覚えてるわ、心臓と電話したら。そしたら、おいお前三失点全部に絡んでるやんとか言って、マジでやーべ、三失点に絡んだ。多分その試合があったの、心臓に多分誘ってんじゃん、出てって確か言ったの、多分そうなの。けどあの時すごい落ちてたよ、マジで。してたよ、ほんまに。で、試合出れなかったの、そっから。そっからあれすぐ2日後試合あったレンチャー、鹿児島と九州で、うん、で残るメンバーと帰宅するメンバー、うん、メンバー外はもう愛媛に帰る、フェリーに乗ってね、フェリーがね、フェリーともうバスで帰るっていうので、あれ案の定メンバー外マジで。うん、陽介さん連絡する？まあちょくちょく来るよ。でギフトやったの？ギフトでやったけど、俺はあれ出れんかった、怪我とかで。でも来たかったでしょ、阿部ちゃんの引退試合。マジ来たかった。じゃあ見た？どれ見てた？それ見たよ、全部見た。マジですげえ。90分、え、90分みたいな、全部見た。あのセレモニーとか全部あのみんなでウィーアダイモンズ、阿部ちゃんがさ、うん、サポーターのとこ行って、いや阿部ちゃん幸せすぎてよ、心臓。ああやってさ、サポーターにね、上まで来て怖いっつって、うん、心臓、今年浦和戻るやん、うん、でその浦和に帰る経緯は何やったの、その。いや、もちろん、うん、でも浦和で終わる、うん、引退するっていうのは自分の中で決めてたし、うん、で、まあ
もう俺自身もさ、もうそろそろもうかな、もうそろそろかなって思ってるから。何歳ぐらいまでやりたいっていう、そのできるんだったらやるけど、ね、でもほらサポーターもさ、まあ俺を自分のまあ、まあ、ファンとかがいたとしたら、俺のプレーが好きで見に来るわけじゃん。でチケットも買ってくれるわけじゃん。でもやっぱそのなんだろう、金を払って見てくれ、見に来てくれるのに、やっぱり自分のプレーがやっぱ不甲斐なかったら、それはもうプロじゃないなと思ってるから、だから自分なりにこう 100% でできないと思ったら、俺はもうそこで終わるかな、終わりだなと思ってるから。なるほど。今年1年かなとは思ってる。それ例えばカテゴリーを下げてない、俺はもうレッズで引退するってもう最初にもう言ってるし、浦和に対するその心臓のさ、思い、そのなんていうの、まあ浦和で引退したり、もう浦和のサポートのためにまあプレーしたいっていう、そのなんていう強い思いっていうかさ、そのレッツに対する思いってどんなことがあるよ。どう言ったらいいの。いやまあね、どんな思いなの、レッツのサポーター、レッツのクラブに対して。なんかね、今年札幌行ったじゃん。出たね。でまあ俺はほら2社のために行ったわけよ、2社とやりたいから行ったわけよ。でも実際こう1年いたら、やっぱ選手たちもさ、まあ若い選手がいっぱいいるけど、やっぱみんな可愛いし、ね、なんか新婚は兄貴分派だしね、で、なんかサポーターもすっげーあったかいし、うわ、超いいクラブだなって思ったのに、2社のために行ったんだけど、なんか結果蓋開けてみたら、なんか2社だけじゃなくて、まあ、札幌の良さもめっちゃ分かった、札幌のチームの良さが分かったから、おすごい良かったな。でもまあ、でそれでまあ今回ほら阿部ちゃんの引退試合行ったじゃん、でサポーターがいっぱいいる中でこう、俺もこう行ったらすっげえやっぱ雰囲気がね、なるほどね、浦和の、ね、違うね、あの雰囲気はやっぱ浦和じゃない、浦和じゃないと味わえないし、だって阿部ちゃんの引退試合もうあれ何年さ、3万近く、2万、まあ、2万5000円とかね。で30番のユニフォームをさ、マジで結構いたのよ。で待ってるぞってずっと言ってくれててさ、それしびれるね。札幌からも次の話はあったん、来年のオファー、まあ心臓残ってほしい、まあ、うん、あまああのね、まあ、まあ、くれたよね。あ、なるほどね。それまあ札幌も心臓必要としてくれた。まあ、札幌も好条件になったもらった中で、浦和にこう帰ってプレーしたいっていう思いになったのは、もう本当サポーター、その阿部ちゃんの、いやだから言ったらさっき、さあだから俺がだからもうあと1年しかできないかなって、だからまあ自分の中でね、自分の中で、そうなった時にやっぱ怪我もあるしさ、なった時にやっぱ膝まれか、オペね、やっぱお金払って見に来てくれるんだからさ、やっぱ適当なプレーはできないわけじゃん。まあまあね、なるほどね。やっぱそのレッツのサポーターの存在はめちゃくちゃ大きい、心臓の中で。いやめちゃくちゃ大きいでしょ、裏のだって浦和で、浦和のどこがいいって言ったら、間違いなく、間違いなくサポーター出てくるもんね、すごいな、やっぱりあんだけのやっぱサポーターがいる中で試合やれるってやっぱ幸せだよ選手は。いやそれはもうね、だからさ、この引退試合見てて、心臓、武藤、まあ、チュン君来れなかったけど、その絡みでさ、梅ちゃんとか、梅ちゃんとか、そうそう、司もおったし、で、まあ、もちろんあそこに阿部ちゃんも入ってた、まあ、マーキーもおったし、結構さ、もう目がさ、みんなガチな、わかる、もちろん引退試合から、その相手のこともあるし、あのね、いろんなこう、うまいことやらんって意見、気持ちはあるけど、だけど、みんなで純粋に、このメンバーをこのレッツですよね、このメンバーのレッツ ね、もうそこに俺も入れてほしいんだけど、本当は入れてほしいんだけど、まあまあまあ、いかがだって、入れてほしいんだけど、やばかった、トゥーリオさんのスーパーシュートからやばいね、ね、例えばあんなもさ、すごいじゃん、よくあんなシュート打てるなって、ミドルシュートのあれ、相手の人サッカーしてないそうよ、そうもう、牧場でさ、パッカパッカパッカしてるトゥーさんがあそこからとんでもないシュートを決めるわけで
あれはやっぱすごいなと思ったの、うん、あなたはみんなで飲み行った？うん、その前に。あ、そうな、うん、前日に。俺は阿部ちゃんと。それで阿部ちゃんなんか深い話した？いや、特にもう、たわいもないいつもの話よな。心臓、これが頑張ろうなっていう感じの、じゃなくて、まあまあそんな、まあまあそんな。お前とか今 B 級持ってんだよね。 B 級持ってる。心臓ライセンスは？いや、今年 B 級だから。あ、行くの？うん、最後、これだ。あ、浦和に、浦和でやりながらってこと？あれ B 級だから。あ、この冬に、うん、オフにね。心臓じゃあ、将来はどういうプランをやるの？引退したらどうなの？監督やりたい、監督やりたいの。おぉ、とりあえず J リーグの監督、うん、それはもういつぐらいから思い出すの？監督になりてえっていう。なんか楽しそうじゃん監督、うん、俺心臓がどっちかって言ったら強化、監督になったら強化に、なんだてめえはっていう風に。いや俺は勝負師じゃん心臓は勝負師だと思う、うん、あと勝負感は、勝負感だから、そういうのは多分監督の方がいいんじゃない？まあまあまあ確かに。でも強化とかやったら、俺がこの監督って心臓が例えば思ったら、それがピンときたら、いや俺任すのが嫌だもん。ああ人にね。それでなるほどね。自分はこう思ってるけど、監督がそれ判断して、いややっぱこっちやったやんっていうのがね、そういったら自分で意思決定したり。で、コオロギさん監督になったらコーチングスタッフとどんなメンバー？いやそれはだって、うん、まあ、一応約束してるのは、もう周作は約束してる。いや約束してるでしょ。ゴールキーパーコーチ。でもなんかで見たよ俺それ。でも、はい、あの誰だっけ、ケイトさんとの対談かもしれないけど、そこに森脇亮太入ってたよ。えはええじゃないよ。嘘でしょ。入ってたよ。何候補なんだ。まあ、まあ、聞こう。周作キーパー、キーパー、周作キーパーコーチ、キーパーコーチに周作。まあ、うん、森みたいなのもいい、いいかなとは思うよ、ね。まあ、候補になる。あ、候補採用採用。え、それはヘッドコーチ。まあ、どうぞ。なぜにね、横にいるとうざいんだよ、ね。なんでやねん、心臓。たまにだったらいいけど。一番のマイブレンドや。たまにやったらいいけど。やっぱヘッドコーチってなると毎回いるからさ、そ右腕みたいな感じ。そうだ、やな。右腕はきついわ。なんでやねん、心臓。よ、飲みきょってや、裏住んでる時も。心臓、行くぞ。いや、右腕。行ってたやん。じゃあヘッドコーチじゃないんだ、森脇は。とりあえず。な、うん、どこ、その。フィジカルコーチとかでなんか。フィジカルコーチな、俺。心臓。フィジカルの勉強してもらって。あの、走らして、ストレッチさして、終わりよ。いや、もう。ヘッドコーチは心臓の中で。今、その全部、その今まで、まあ、心臓は浦和、鹿島、札幌で、興味は興味あるね。そうそう、うん、やったじゃん。面白いですね。この中でヘッドコーチを誰か連れてくる、うん、難しい。誰でも言われる。いや、阿部ちゃんがいいんだけど、うん、あ、なるほど。監督、監督じゃん。だからどっちかというと阿部ちゃん監督で、うん、まあ阿部ちゃんが俺をコーチで拾ってくれてとかだったらまだいいんだけど、俺が阿部ちゃんをこう下につけるってことはさ、やっぱり年齢的にもさ、阿部ちゃんの方がやっぱ 上だしさ、結構難しいのかなと思って。で、阿部ちゃんみたいなやっぱああいう考えの人は欲しい、欲しいよね。で、後ろのやっぱバランスとかは俺もう前しか分かんないからさ、うん、あ、じゃあもう心臓攻略監督になったら、もう前は心臓が全部この指導して、うん、後ろのディフェンスは阿部ちゃん。阿部ちゃんとかできるよ俺も。心臓後ろのだからできるけど、ちょっと違うんだ。ちょっとフィジカル的な、走ってボール回し前のあのストレッチまでそこまでいいです。でも、もう一人がいるわな。ヘッドコーチ、まあ阿部ちゃん入れたらキーパーコーチだ、もう一人ぐらい多分。いや、阿部ちゃんもそのね、それってもう絶対無理だから。いやいや、いいよ、心臓、もういいよ、そのだって、それは阿部ちゃんも、まあ、阿部ちゃん監督やりたいけど、でもそういう、大体チームって例えば S 級ライセンス持ってるの、大体2人ぐらい。だからお互い監督ができるような人らが監督とヘッドコーチの関係。心臓と阿部ちゃんなんかさ、
いい関係やん、言ったらもう今でもってなると全然想像つくよ。それはいいと思うけどね。陽介とかもコーチではない、まあ、よっ、高級キャラやね、なんか陽介は自分で、まあサッカーっていうより自分でやっていくような感じやね、なんかね。でまあ巻きも違うでしょ、もう選手よりあいつが目立つとは心情みたいになる。なる、絶対なるな。なる。もう今回のワールドカップの解説でもね、本田圭佑、槙野のツートップと宇賀は宇賀、まあ宇賀も悪くない、なるほどね。いやでも俺も候補入ってたし、それ嬉しいわ。たまもんは、ね、監督だった。まあ、いたらまあなんか、盛り上げるよ。ノブさん的な感じになるんじゃない、だからお前は。なるかな。みんなノブさん、ノブさんみたいな来るじゃん。分かる。そんなやつ、なんか、なんでも言えるようなコーチ、選手が、なんか、相談とかね。そうそうそう。言えるのは多分森やったら多分言えると思う。でなそこで、まあ、監督がもし俺だとしたら、なかなか行ってこないじゃん、俺には。でもう一人、まあ、コーチでさ、阿部ちゃんみたいな人とかがいたら、やっぱり阿部ちゃんとかにもちょっと言いづらいじゃん。確かにね。だからそうなってくると、一人言いやすいお前とかがいたら。じゃあ俺、結構難しい役目じゃん、それじゃあ。簡単だよ、ヘラヘラしとけばいいんだから。いや、だいぶ違う。簡単じゃないよ。だって、選手言われて、それをどう心臓とさ、監督と、心臓監督と選手をこう、つなぐかっていうのがさ、その役目は結構難しくない？やめてくれよ、監督の話なんか、まだ俺選手だから。いやいや、そうだけど、いや将来も聞きたいやん、なんか俺も言ったら、監督か、メディア系でも監督やるんやったら、もう間違いなく J リーグの監督をやりたい。で俺の一つの夢があるのは、興梠監督、森脇監督で、牧野監督、阿部監督とかをで、みんなでいろんなチームで今 J1 かそうか分からんけど対戦するっていうのも結構自分の中では夢が広がってる。試合前にさ、シンザーって監督で抱き合ってんだって。でもまあ、阿部ちゃん俺、牧は J1 の監督になれるかもしれんけど、お前 J3 とかだよ。バカか。心臓一人だけ心臓ら J1 の監督で俺一人ありえるな。それもありえる。どういう作家すんの俺もまあもうまずベースはミシャだった。まあ、ベースはやっぱミシャ、ミシャっていうかその攻撃的なサッカー間違いなくハイプレッシャー、とにかく前プレッシャー、相手のミスを誘うっていうのはやりたい。それ以外はもうボール握って。でも改めて札幌行って感じたけどさ、ミシャってすごい。なんか選手がさ、この人のために勝たせてあげようって思うんだよね、選手がね。なるほどね。札幌選手はそうだった、そうだったのよ。俺らみたいな感じだったのよ。あ、そう。みんな、ミシャのためにやろうよみたいな。ミシャのすごいところってさ、出てない選手、まあもちろん出てない、本当に使われない選手はさ、悔しい思いしてるのは絶対なんだけど、だけどさ、なんかこの監督やったら成長させてもらえるっていう気持ちになれるやん。それはすごいよね。まあでも監督になったらね、まあ死ぬのを理解してるとは思うけど、全員をさ、ハッピーにすることなんてさ、まあ無理じゃん、言ったら。全員試合使うことも無理やし、その対応はやっぱあれ大事よね、監督としての力量。どうその出てない選手と対応するかっていうのは、監督のいい監督、そうじゃない監督の一つの自分の基準、バロメーターは、その出てない選手にもどうアプローチできるか、その選手たちのモチベーションを保つことができるかっていうのは、めっちゃ重要やと思うよね。来年、浦和に戻ってくることが決まって、ちょっと来シーズンの抱負、浦和でこれを成し遂げたい。この1年成し遂げたいっていう、なんか自分の中での目標あったらちょっと教えてもらっていい？試合で食べながらでもいいよ。
試合、うん、試合でどうこうとかじゃないかな、もう。おお、なんか、うん、やっぱ今チームはさ、こう若返りして、うん、今からこう若いやつが座っていくっていう中で、うんうん、チームとして阿部ちゃんがねやってたような立ち位置でやれたら一番それは僕にはいいかなと思ってるけど、それはもう試合でまあね出れてチームを支えるのはもちろん一番いいけど、そう、そうじゃなくても外からでその何ていうのチーム全体を見渡して裏の列を支えるっていう、うん、まあ そっちもやっぱ大事にしていきたいなと。なるほどね。じゃあ本当にチームがこう苦しくなった時に心臓が声をかけたり、うん、まあ苦手だけどね、うん、そういうのは苦手だけど、まあでもそれでもしていかないといけないと思うし、でもサポーターはね、でもやっぱゴールをやっぱ取ってほしいっていうのがあるから、まあそこもやっぱ頑張りながら。でも多分俺が思うにやっぱり心臓の、俺どこ行っても絶対に心臓の名前が一番にもう来るのよ。優勝は心臓、リガグレッシャーみたいな。それちょっと違うか、どういうこと。だけどお寿司だったら一番に食べたいんだよ。ちょっとわけわからんね、まあ、それ一番最初に食べない人もいるしね。まあまあ一番最初は好きなのね、いろいろいるね。でもほんまに興梠選手みたいなプレイヤーになりたいっていうのは絶対言うじゃん。それってやっぱり心臓にみんなめちゃくちゃ魅力を感じて、でみんな目標にしたいところが多々あるわけで、言うわけじゃん。それをやっぱり心臓が浦和にいるときに、まあ、フォワードもそうだし他の選手にももっとこうやった方がフォワード的には嬉しいよっていうのを伝えるっていうのはめちゃくちゃレッツにとっての財産でもあるし、そいつにとっての財産にもなるっていうのは思ってる。それはだからどんどん積極的に心臓の今まで経験したものは伝えてもらいたいな。素人的な質問していいですか。うん、でもちょうだい。興梠選手はなぜ点取れるんですか。うん、いやね、別にね、シュートが上手いとかないよ。いや、シュートはめちゃ上手い。いや、いや、上手いですね。めちゃ上手い。違う違う違う、いや、違うよ、本当に。いやいや。あのね、まあ、里見さんとか上手いじゃん。うん、そういう上手さじゃないのよ、別に。上手いよ、俺今でも忘れねえシュート、最下で。何戦？仙台戦かな？抜け出して、ループシュート。そこでループするっていうゴール。わかる？あれ何選手の？仙台やんな。あんなんもいやめちゃうまい、シュートめちゃうまい。いやそういうのじゃなくて、なんかほらどうペナソトとかさ、ペナソトシュートはめちゃ下手じゃん、まあ、ペナソトで、まあ、シュート決めるっていうのはあんまないかもしれないけど、でもペナの中で決めるわけや。自分ではそれどうあれな、どう自己分析してんの。いやまあこれはまあ難しいんだけど、うん、なんか意識してるポイントとかさ。いや、まあ簡単に言って遊び心かな。ふとなんか遊び心が入ればなんか決まっちゃうみたいな。なんカチカチになっちゃうと絶対決まんないみたいな。そのシュート打つ前の動き出しとかもなんか意識したりするポイントある。いやもうそれはやっぱ出しての、あ、信頼関係。そうだね、だから、うん、あこの人だったらここ見れるだろうっていう。だって自分が動いても見れなかったら無駄走りだから、うん、俺はさ。でもそれを動くことによって自分が使われなくても、その自分が空き出すベースに味方が走ってくれればそこが使えるわけじゃん、ね、うん、うん、まあ難しいよね。でもやっぱりでも出してと、やっぱり出してがいないと俺は多分いけないから、そういう意味ではやっぱ鹿島だったらさ、小笠原光雄とかさ、いっぱい本山さん、小野沢とかいたけど、須田さんとかいたけど、まあ出していったらさ、陽介とかさ、まあ後ろのラインだったら森とかから出てきたりとかしたし。嬉しいね、名前出してくれんの。いや、でもまあまあでも森はやっぱ草火うまかったよ。やっぱ斜めのボール。でもあれがやっぱ大事なんだよ、ミシュサッカーって。草火。あの3バックの。3バックの。まあ、右と左からのこう斜め逆車道まで見れるか見れないか、うん、確かにあれでだいぶ決めるじゃん。あとワイドがワンタッチで逆車道で見れるかとか、斜めのボールが入んないと
やっぱりコミュニケーションなんかできないし、それはやっぱ札幌はちょっとなかったよね、うん、あんまりね、まあ、なるほどね。なんか心臓のゴールめちゃくちゃ今のダッシュへの関係って心臓言ってたけど、あれ何せんやから心臓陽介がさ、心臓が本当にちょっとのスペースで再スタよ、心臓、あ、陽介パス出してもうつま先かなんかでさ、神戸線、神戸線か、あれは俺確かね、メンバー外れて上から見てたな、しびれたもんね。いたから、ジンブ、いたから、いや俺あれ多分いたよな、いたと思う、多分確か俺もちょっとはっきりあれやけど、でも上から見てたのはイメージあって、あれはやっぱ心臓にしかできない動き出しやすいのはもちろんパイルだけど、あそこからゴールを奪えるはなかなか日本人のストライカーではないなと思った、あの無理が効くというか、いやいや、そう、今はああいう動き出しをする人はいるのよ、でも出せる人がいないの、まあまあまあパスをね、そうそうそう、おる、心臓がその動きできてるの誰見る、ちなみに、いやそういう動きはやっぱフォワードはある程度できてるんやったんで、裏狙ったりとか、でもその出し手がいないだけで、出し手の方が今いないんじゃない、マッサーっていないんじゃない、今ドリブラーとかさ、いや心臓の、いや俺もこれ心臓と対談してるから心臓をベタ揉めするわけじゃないけど、あの動きをできるフォワードはなかなかいないってしまう、俺はあの動きを日本ストライカー、日本人のストライカーはめちゃくちゃ学んでほしいほんまに、愛媛市の選手でも興梠選手どんな動きしました、どういう風にボール受けに来てましたってめっちゃ聞かれるけど、俺が自分で心臓を見てきた判断で、まあ言える範囲では言おうと思って、あの動きはやっぱ多くの人は見習った方がいいなって、ストライカーやるストライカーの選手はね、まあもちろんボールただ単にポストプレー行くのもそうだけど、どう駆け引きして、どうボールを引き出してるのか、まあボール振動みたいにパサーがいるかいないかは別として、その動き出しがあるかないかでも相手に与える、ディフェンダーに与えるプレッシャーって相当やから、だからあの出し手に合わせるよね、動き出しなんか、なんか相手ディフェンスを見て動き出すっていうかは、本当出せる人だったら本当難しい動き出ししても出てくるし、その人が出し手に合わせるよね、動き出しなんかね、やっぱそういうのもどんどん裏の、これからじゃあ来年一緒にプレーするストライカー、誰が来るか分からんけど、ストライカーとかにもどんどんやっぱり心臓を教えてもらいたいなっていう、それがね、やっぱ心臓こう浦和でもう一回心臓やってくれっていう、そういうチームの思いやとも思うし、誰やねんお前、いやだ、ね、そのうちを待ってて、心臓、いやマジで心臓今日ほんま出てくれて嬉しかったよ、冗談抜きで、もうこうやってすぐ時間が暇した、ね、時間あったあったよ、振動に電話してた、子育て中だけど、確かに忙しい中で、忙しい中、子育て中だ、ゴルフもしてご飯も一緒に食べてね、めっちゃ楽しそうですもんね、今日めっちゃ楽しい、本当ありがとう、でこれからもだからあれや、ヘッドコーチとして振動頼むよ、年俸3000万タコ、まあでも本当心臓これぐらいもちょっとお互い頑張れよ、いやそうだね、ありがとう心臓、よいしょ、嬉しいよ心臓、ゲストは心臓でした、もう酔っ払ってるよ俺ら、本当にだって何、え、だって何、あ、違う、心臓酔っ払ってない、酔っ払ってない普通やった、もう皆さんまた誘ってんじゃん TV もお願いします、バイバーイ、心臓またね、ちょっといねえだろ、いるから、ちょっと森脇ファン誘ってんじゃんファンに手振ってよ心臓、バイバーイ、ありがとう心臓、変わってるね、いける人、うわー